はい、どうも、なぎです。というわけで、今回はおしゃれで利便性が抜群の最強の住宅街がついに完成しました。こちらをね、今回は皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、大体制作時間としては10時間ぐらいかかったんですけど、まあ、10時間って言ってもね、かなり作り直しとかが多くて、まあ、作ってる途中で、プランを変更したりしたので、この動画を見て真似するだけだったら最短で3、4時間ぐらいで完成するんじゃないでしょうか。まあ、なんでね、ぜひ、真似してみてください。本当に利便性が抜群なので、おしゃれなだけじゃなくて利便性がいいとね、本当にその後の作業とかもスムーズになるので、ぜひね真似してみてください。で、今回ねこのマップの左下の方に住宅街作ってたんですけど、もともと右下、これね道だけあるんで見ていただいたらわかるんですけど、ここにね住宅街作ってたんですよ。ここに住宅街作ってたんですが、それはね丸ごと左の方に移設しました。まあ、これは理由がいくつかあって、全部でね理由が3つあります。1つ目の理由はさっきから言っている利便性を上げるためってやつですね。これ見ていただいたらわかるんですけど、マイホームのすぐ近くにたぬき商店があって、右には役所があります。このマイホームの両端にたぬき商店と役所があるっていうだけでもね、かなり利便性が上がります。で、その上にはエイブルシスターズもありますし、でエイブルシスターズをまっすぐ進むと博物館もあります。まあ、こんな感じでね、重要な施設がマイホームのすぐ近くにあって、アクセスがかなりいいので、以前の右下に作ってあった住宅街より利便性がかなり上がりました。まあ、やっぱね、いちいち移動に時間かかってると動物の森結構作業に時間かかったりするんで、まあ、こうしてあげることでね、作業ペースもね格段に上がると思います。そして理由の2つ目ですね。2つ目は見た目をおしゃれにするためです。まあ、前回は水上都市的な感じでね、結構こう石畳の床を使ってで、ただ住宅を並べてたっていう感じだったんですけど、まあ、どうしても見た目がちょっと微妙だったんですよね。まあ、これ見ていただいたら分かるんですけど、本当にただ石畳を引いてただけなので、見た目がいかんせん良くなかったので、それをね改善するために今回はガラッとね丸ごと住宅街を移動させました。まあ、今回の住宅街のポイントとしては、やっぱりこの3段階の住宅街になってるっていうところですね。3段階の住宅街にすることで、こう立体的にね、マップが立体的になるので、すごいおしゃれ感が上がります。あとはこうやって鉄の柵とか街灯とかの街っぽい家具をいくつか配置するしてあげることで、以前のただのっぺりとした住宅街ではなく、洋風でおしゃれな住宅街を作ることができました。さあ、そして最後の3つ目はアスレチックの増築のためですね。まあ、これは僕だけの理由なんですけど、今右上にアスレチックを作ってるんですけど、これをね増築しようと思って、で増築するってなったら右下にあった住宅街が邪魔なんですよね。元々空いてた今住宅街がある左下のスペースを使ってもよかったんですけど、それよりも飛行場から降りてきてここですね、ここをスタート地点にしたかったので、そうなってくるとやっぱ右の住宅街が邪魔なので、それをねのけるっていう意味も込めて左に住宅街を作りました。まあ、これでねかなりアスレチック作りもね大規模なものにできるので、ぜひねアスレチックが完成した際には皆さん遊びに来てください。生放送で参加型やってます。とまあ大体理由を説明したので、まずはざっくりと全体を回っていきましょうか。さっきも説明した通り、マイホームの隣にたぬき商店があって、まあ、その隣に自販機があるって感じですね。これをねゴミ箱とかにしても、まあ商店の右っていうことで、ね、相性いいかもしれません。まあ、基本的にこんな感じで柵で川を囲ってて、こういう道のね端っこに柵を設置してあげることでおしゃれ度が少し上がります。で、橋を渡ってこの柵ですね。で、ここまだちょっと花がね植え切れてないんですけど、こんな感じになってます。で、この川が一応海に繋がってるので、ただ見た目だけの川じゃなくて、実際にこうやって河口に繋がってるっていうのも、声裏があったな。実際に河口に繋がってるっていうのもね、ポイントの一つです。さあ、そして2段目に進むと、エイブルシスターズがあって、その隣に、これも自販機ですね。自販機があって、これエイブルシスターズの周りだけ床をマイデザインを敷いてあげてます。まあ、これもね、ちょっとおしゃれポイントの一つですね。そしてこちらも橋を渡ると、博物館があるって感じです。こうやって博物館とか、さっきも言ったんですけど、博物館とかエイブルシスターズとか、あとはたぬき商店とかがね、近くにあると、本当に利便性が良くなるので、こういった感じにしてあげるのがかなりおすすめです。そして空いたスペースに、まあ、チューリップを植えてあげたりって感じですね。まだね、ちょっと島の評価が星5になってないので、ちょっとできるだけ花を増やして、島の評価星5にしていきたいです。さあ、そしてその上が住宅街。ここからが本当に住宅街って感じですね。橋を渡って家が並んでるんですけど、これね、ゴミ捨て場をイメージした、レンガの壁を配置した場所ですね。まあ、今回使用している床はテラコッタタイルなんですけど、
こうやって他の部分をね、床を変えてあげたりすることで、まあ、街の印象も変わりますし、まあ、できるだけこの草の部分っていうのを減らしてあげることで住宅街感がすごい増します。柵を敷くときもテラコッタタイルの上に敷くんじゃなくて、こんな感じで道とは違う床のやつを使ってあげると柵が分かりやすくなるので、こういった使い方をするのがおすすめです。あとは街灯とかを設置して、まあ、住宅と花を置いてあげてって感じですね。さあ、そして3段目に進むと、ここも密集地帯ですね。で、こんな感じで住宅を密集させてあげることで大きなメリットが一つあって、住民同士がね、かなり近くを歩くんですよね。この間配信やってた時もそうだったんですけど、住民が4人並んで釣りをしていたり、あとは役所も近いので役所のところにね、住民が6人ぐらい集まってたりしてたので、そういった面でもね、非常に住民同士の触れ合いが増えて、動物の森を楽しむ要素も増えるんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じで、3段階構成で住宅街を作ってみました。住宅を密集させてあげることでマイホームの近くに住民たちが住むことになるので、家から出てすぐに住民と話をする機会があったり、逆に話しかけに行くときもすぐにね、話しかけに行けるので、まあそういった意味でもこの集合住宅っていうのはおすすめです。まあ、ただこうやって集合住宅にした際の注意点が一つだけあって、空いたスペースに何作るのかって話になってくるんですよね。まあ、僕の場合はアスレチックを使ってるので、空いたスペースにアスレチックをどんどん増築していくっていうことができるんですけど、普通におしゃれな街並みを島で再現したいっていう人は、左下に住民の家とか、あと施設とかを集めちゃうと、余ったスペースに、ね、何を飾るのかっていう話になってくるんですよね。だからそういったところも計画的に島作りをしてあげると、まあ作り直しだったり解体するっていうね、作業がなくなると思います。まあ僕の場合は本当に作っては壊して作っては壊してってやってるせいで、いつまで経ってもね、本当に島クリエイトが終わらないっていう地獄をね、何度も味わってるので、皆さんはね、そうならないように注意しましょう。だいたいそんな感じかな。島の住宅街の案内としてはだいたいそんな感じですね。まあこれがだいたいベースになってくるんですけど、今回ね、こうやって花植えてるところにもっと住宅街らしい家具を置いてあげたり、他にもね、まだまだ開拓の余地はいろいろあると思うのでね、今後もこの住宅街をおしゃれにしてあげようと思います。この右のスペースとかもまだまだ空いているので、ここら辺もね、もうちょっと綺麗にしてあげたいです。というわけで、今回は利便性が抜群の最強の住宅街についてのお話でした。やっぱテラコッタタイルとかレンガとかを軸に住宅街を作ってあげると、洋風でかなりおしゃれな住宅街になるので、こういった街並みを作る際には参考にしていただけたらと思います。それと最後に、このテラコッタタイルの床についての発信なんですけど、おすすめは4マスで、こんな感じで4マスで作ってあげることをおすすめします。で、なんで4マスかっていうと、この橋ですね。この橋が2マスなんですよ。大きさが。横幅が2マスなので、3マスで作ってあげると、道がずれちゃうんですよね。だから、こういう道を作る際は2マスか4マスをおすすめします。偶数マスですね。偶数マスで作ってあげることをおすすめします。階段もね、2マス扱いなので、シンメトリーな階段とか、橋の道を作ってあげたいっていう場合は、4マスもしくは2マスをおすすめします。まあ、4マスの方がスペース的にも余裕がありますし、見た目的にもね、かなりおしゃれな感じになるので、まあ、個人的なおすすめとしては4マスですね。はい、というわけで今回はおしゃれで利便性が抜群の最強の住宅街についての話でした。まあ、今回これだけ左下に住宅を集合できたので、右下の空いたスペース、これマップ見ようか。マップ見た方がいいな。右下のね、空いたスペースと左上の空いているスペース、あそこもどんどんアスレチックを増築していこうと思います。今左上に作ってる迷路ももっと大きくして巨大迷路とかにしていきたいんですよね。まあ、なんでアスレチックが完成した際にはぜひね、皆さん遊びに来てください。多分動物の森界でもここまで大規模なアスレチックを作ろうとしてる人はなかなかいないんじゃないかな。まあ、なかなかね、こんな大規模なアスレチックを遊ぶ機会はないと思うので、ぜひ生放送遊びに来てください。だいたい9時ぐらいにいつも生放送やってます。9時前後ですね、9時10時ぐらいにやってるので、少しでも早くアスレチックで遊びたいっていう方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで今回はここら辺で終わります。それではご視聴ありがとうございました。